ーマを決めたいと思います。前回はですね、極みがすごい、うるせえよ我が輩のな、キャプチャーボードはぶっ壊れてんだよ、だから色味がずっと黄色いんだよバカ。どうして新しくしないの？は？愛着湧いてるからだよ。じゃ、お前らはさ、すぐに捨てるの？何でもかんでも。ちょっと欠点があるくらいで何でもかんでもすぐ捨てるの？ドン引きだわ。ラプラスダークネスです。皆さん、スプラトゥーンの一番の魅力は何だと思いますか？我が輩が思うのは、そう、ステージごとに変わる。音楽や、この、今きっと流れてるであろう、ウビーで聞ける音、イカたちの声、今我が輩には全部聞こえてません。なぜだと思いますか？我が輩の、キャプチャーボードくん。色が変わるだけじゃなくて、ついに音も聞こえなくなりました。我が輩、嫌だって言ったよね。すべてが変わるのが。ちょっと待って、もう一回ちょっと待って、もう一回チャンスちょうだい、ちょっと。え、なんでさ、音出ないの？こっちでは出てんのよ、音。出てんだよなぁ。で？はい、出ない。はい、音なしでスープラトゥーンってわけですかね、これはね。こんばんは、我が輩です。先ほど我が輩の、長年連れ添ったキャプチャーボードくんが息を引き取りましたことをここにご報告させていただきます。つい先日までは画面は映ったものの音は完全に入らない。キャプチャーボードくん、ついに音も聞こえなくなりました。画面は黄ばむ。我が輩のな、キャプチャーボードはぶっ壊れてんだよ、だから色味がずっと黄色いんだよバカ。謎の状況に至ったのですが、今回、この度完全に、行ってしまわれました。なんですか？やっぱなんなそんな昨日まで元気に黄ばんでたのに。そうだよ、我が輩がワーキャー言ってさ、スプラトゥーンやってるのさ、陰で支えてくれていたあのキャプチャーボードくんが。どういうことだ？